それでは本日もボートレースオムラの展望番組をお届けしてまいります。解説をしていただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。長谷さん、本日もよろしくお願いします。さあ、 SG 第65回ボートレースメモリアル、本日3日目を迎えましたね、はい。さあ、長谷さん、ちょっと連日不安定な天候が、そうですね、雨がね、まあ、九州がね、まあ、ちょっと豪雨ですごかったけど、はい、大船もね、まあ、激しい雨が降ってるけどね、やっぱ天気はね、はい、まあ、良くないですね。そうですね、ただ風はね、少しは弱くなってきたんでね、うん、まあ、水面としてはね、だんだんとはね、良くはなってますね。はい、まあ、そんな中ではあるんですけども、やはりシリーズ通してトップレーサーたちの熱い戦いが繰り広げられています。いや、大きい声で言えませんけどね、はい、やっぱり一般戦とは違いますよね。なんでしょうね、スピード感、スピードというか、あの、はい、タイミングの取り方というか、コーナーのね、駆け引きというかね、うん、もちろんコース取りの駆け引きもあってね、はい、やはり SG って面白いなと本当に思いますね。そうですよね、はい。そして、今節は4日目までが、まあ、予選となりまして、はい、そうですね、決まるのが予選、得点率争いですね。ですんでね、今日で言うと1日早い勝負の選手もいるんでね、そうですね、さあさあどうなるかというところでしょうね。はい、ちょっと昨日までの得点率を振り返っていきたいと思うんですけども、はい、うん、2日目終了今日時点で第一が峰竜太選手ということで、長谷さんが昨日ピックアップレーサー出した、はい、やっぱり陰線はね、盤石陰線でしたね、うん。ただ昨日前半はね、ちょっと大きな着順取ったけど、はい、雰囲気良かったって言ってました彼は。あ、展開でちょっと ね間違えただけでね、足の雰囲気でいいんでね、はい、うん、さあ峰竜太も本格化してきたなと思います。はい、昨日の後半の人しっかり逃げてということでしたね、はい。さあ、そして得点率2位がブシジバ誠選手、オール2連打ですね、はい、はい。そして長崎の原田幸也選手が3位につけてということで、連勝しましたね、はい。ちょっと長崎支部の活躍にも期待したいところですね。やっぱりね、中村亮太もね、まあ、エース級で活躍しますけど、昨日の桑原龍のあの4コースマーク出しかっこよかった。あ、もうあの桑原龍がもう本当別人に見えましたねかっこよく、もうね、角からしっかりと、もうイメージとしてまくるかと思う、まくり雑誌に行ってね、はい、いやあの4万7000出してね、うん、いやもう地元のね、のね、桑原優ファンはもうね、ホクホクだったんじゃないですか、あれは。すごい歓声が上がったんじゃないでしょうかね、はい。さあ、本日も熱い戦いにご注目いただきたいと思います。それでは3日目の本日も、注目レーサーを長谷さんに挙げていただきましたので、はい、まずはそちらのフリップからご覧いただきましょう。さて、今日の注目レーサーは宇流正義選手を挙げていただきました。さあ、注目ポイントいかがでしょうか。グランプリ対決を制する、グランプリ対決を、グランプリを勝っているのは宇流、はい、そして池田浩二、そして貝原優希と3選手がいますよ、この11レースに。でもね、残りの3選手もね、将来的にはね、はい、グランプリを制する可能性まだありますからね。そうですよね、特にまあ羽野選手とかね、大山選手もね、はい、いやいや、でも萩ちゃんも忘れちゃダメですよ。そうですよね、まあ、こういったね、グランプリレーサーが3人いるレースで、まあ、宇流選手が1号艇、はい。昨日はね、先着順は5-5と悪かったんですけど、この足としてはね、もう決して悪くありません、まあ、レースできる足は十分あります。昨日はね、うん、宇流選手、まあ、コースが6コース5コースっていうことがあるのでね、そこで何に気にすることない。ただ、宇流選手、昨日のゴンゴンというのがあったのでね、はい、得点率はまあ 4.67 なので、ちょっと今日のこの1号艇で踏ん張っておかないとね、いけない勝負勝手になりそうなんですよね。はい、ここで勝てば、まあ、4日目もね、もう気持ちも楽に挑めますし、うん、宇流選手にはやっぱりね、彼に盾が持っているのが、SG 連続優勝というかかってますからね。はい、そうですね。ですんで、なんともここをしっかりと。で、船足といえばね、やっぱりね、池田選手がオール3連隊ですけど、まあ、いつものようにと言いますが、なかなかいいことは言ってくれませんね。不満たらたらの足。ただやっぱりレース見てると、やっぱうまいなと思いますね。そうですよね。まあ、昨日ね、そのね、池田選手と競ったのは羽野選手ですけどね。はい。羽野選手は出足、回り足がいいですね。貝原選手、昨日ね、陰線を、ね、6着って、っていうのが痛かったですね、はい、ちょっとまだ船足も発展途上のかなと気はします、うん、大山選手は初日と比べたらよくはなってると思います。ただそれでも普通あるかどうかなというふうに感じ僕は見えましたね。あ、そうですか。そして萩原選手は1走目は出足がなかったんですけど、うん、少し良くなってますね。これ中堅ぐらいになってると思いますね。あ、はい、ですので船足考えれば宇流選手がインで受けて立つと、はい、そしてなおかつ宇流選手大村のインがね、今現在まあ25連続の2連隊中です、はい、そのうち1着は23回あります。おお、ほぼ宇流選手にね、はい、ちょっと大村の水面も聞いて
いたんですよ。だから、はい、まあ、大村のインはまあ強いのは当然ですよと、うん、インで負けちゃうと自分の技量不足ですってことを言ってたんでね。あ、じゃあウリュウさんよろしくお願いしますと。ウリュウ選手はあれですよね、8勝1ナイター初代の王者ですからね。そうそう、初代の王者ですよ。もう夜も強いんだぞと思いますから ね、 ね、はい、さあここはすんなりも新入門1コース枠なり取れそうですので、ね、そうと思います。ですんで、まあ、はい、ウリュウ選手が逃げてその、ね、池田浩二選手、萱原選手を相手に羽野選手がどのようなレースを見せてくるか、うん、楽しみですね、はい、はい、ということで開目は1番のウリュウ選手から2、3、4内寄りの2、3着ということですね。はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。ということで本日の、注目レーサー瓜生正義選手第11レースを挙げていただきましたので、皆様ぜひご注目ください。さあそれではいきますよ、はい、せーの、困った時の長谷田の実。さあ今節2回目の長谷田の実となりました、ね。まあ、初日はね、インが来なくて荒れました、うん、そうだったんですよね。ただ2日目は後半レースになってきて、ちょっとやっと大村らしいレース傾向とはなりましたね、はい、うん、ただやっぱりね、はい、雨が降ったりしてね、湿度があるとね、やはりインっていうのはそう簡単には勝てなかったりね、刺されたりするレースがちょっと目立つなとは思うんですけどね。あ、そうですか、はい、でもちょっとね、2日目が終わった時点で感じたのは、はい、モーター差は感じますね。いい人はいい、はい、ちょっと普通出てないと、ちょっとね差が出てるかなというふうに感じました。はい、ちょっとね、今日はね、このモーターは大変身したなという選手を狙ってみようと思います。あ、そうなんですね、はい、わ、はい、かりました。それでは続いてのフリップをご覧いただきましょう。さて本日の困った時の長谷田の実、まずは8レース挙げていただきました、はい、というのは理由がね、こう出したのは、はい、ブス島選手を狙いたいからなんですね。ね、普通はこう買い目と狙い目って出してもらうんですけど、はい、もう買い目一つだけしましたというのはやっぱりね、はい、2枚字だ3枚字だと言ってもね、うん、あんまり当たらないんでね、それならもうどんともうここはいっちゃえ。ただここね、進入はちょっとね微妙なんですね、はい、前本選手は基本的には前付きで、まあ、うち6号という時はうちに行きたいんですけど、うん、でも G1SG となるとね、なかなか皆さん取らせてくれないんです、うん、そうですよね。ですので前本選手が動けば武蔵山選手も一緒に動くというまず想定のが1、4、6、2、3、5なんですけど、はい、前本選手 もう動けなくて、もう、あ、もういいや6コースってなったら枠なりもあるしね、うん、ちょっとスタート展示に注目してほしいっていうのが、前本選手一回ね SG でね、はい、6号手で前付きに行ったレースでね F を切ったことがあるんですね。あ、そういうのもあってちょっとどこなのかなというのがありますので、ちょっとスタート展示、まあ進入はいろいろ考えましょうかね、はい、でも2パターン、うん、で武蔵島選手を本命した理由というのは、はい、もちろん枠なりの4角でもいいし、逆にね前も選手と一緒に動いて深くなってもね、はい、あの行き足関係がすごくいいんでね、深くなった方が相手にとってはね嫌なのかなと思ったんですよ。なるほど。武蔵島選手この出走表を見たらね、まあ、このモーターなんか 26%？ そうですよ、もうガクッと勝率が下がる、ね、SG はね、はい、2連対立の上位順が出ているからね、うん、コンテンツの中でワースト2なんです。これ2番目に悪い、うん、でもなぜかというと初日にシリンダーケースセット交換して、はい、そのあとキャリアボデーも変えてガラリと変わりましたね。なんか今節は特にこう整備をする選手がたくさんいる中の一人、変えた選手多いんですけど、はい、今のところ武蔵島選手だけが正解出したかな。 あとの選手は良くなっても本当中堅ぐらい、うん、でも今の武蔵島選手昨日のねあの2コースからのなんか出て行き方っていうかね、はい、行き足ニョキニョキっていうのがね、わ、これすごいなと思いました。そうなんですね。なおかつまあ武蔵島選手はメモリアル連覇もかかってるし、はい、やっぱりナイターキングと言われてるし、うん、そうなんですね、いや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 、なんかいい形でリズムアップしてきた。で今日がね、まあ、ここは4号艇でね12レース1号艇、はい、今日ここでねいい成績取っちゃうとね予選トップが見えてきそうな気がするんですよね。そうですよね。だからここの4号艇で上位着を取るっていうのは、うん、武蔵島選手の今後のね、まあ、順位等々では大きなレースなのかなと思ってね、なるほど、出しました。ですので、はい、本命は武蔵島、はい、でも、まあ、田村選手もね昨日あたり見ると出足回り足関係は良くなってきてます、はい、ただ武蔵島選手の方がパワーとしては、まあ、総合力では上と思います、うん、でも田村選手も因が強い選手でね、うまいのでね、はい、まあ、一応武蔵島選手からですけど4114は折り返しましょう、はい、そして前本選手これねいいモーターなんですね。で、はい、道中、まあ、船足見てるとこれいいんでね、
この、前門選手、はい、中谷選手もよくなってるけどちょっとフライングを2本持ってるっていうのが、うん、どうしても引っかかるんですね。そうですよね。大峰選手はね、昨日ちょっとピットルあったらね、もう出てないよって言ってたんでね、うん、ああそうなったんですね。確かにレース見てると、やっぱ20、これ彼のやっぱ 28% らしい動きなのかなと思ったので、むしろ笠原選手はね、はい、これ初日の方がちょっとね、いい雰囲気があったんですね。昨日が良くなかったので、はい、初日までのぐらいに戻ってくれば、中谷選手、例えば枠内になった場合ですね、中谷選手が内におれば先にも行けるし、はい、まあ、内ごちゃごちゃなっても、まあ、なんかいいとこにいるのかなと思ったのでね、うん、笠原選手にバッテンを回してみました。はい、それで、まあ、先ほど言った4114の折り返しから3着に6番、3番をつけるし、はい、まあ、4643、まあ、このね、印に回ってる選手にちょっとこう回してみようかなというのがフォーカスですね、はい、そうです ね, ねここはちょっと1号艇の田村選手人気を集めそうなんですけども、多分、ね、これ14が一番人気だと思います。2連単でいうと、はい、うん、そこからまあ14の場合決まっては僕は欲しくないんですけどね、こう狙い目でいうと、本当ですよ、ね、46とか43とかでふにゃふにゃってなってくれたら配当も良くなるかな。それぐらい物理も選手の、ね、モーターね、ちょっとねガラッと変わってますね、はい、モーター大好き長谷さんがこう、はい、ガラッと変わったモーター4号艇物理選手からちょっと来てくれたら、いやー、終点とか特訓の動きがいいんですよね。ちょっとコンセントじーっとね、そう終点特訓見てるんですよね、はい、うん、物理選手いい動きになってるなと本当思います。これあ、そうなんですね、はい、はい、ということで困った時の長谷田のみ第8レース4号艇の物理選手を中心にこのように挙げていただきましたので、皆様ぜひ参考にされてください。さあということで本日も解説をいただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。